リさん、炎上さん、ツノさん、リトさん、タカリンさん、マサヒさん、K81 さん、おはようございます。うん、ワークヒロくんさん、ヤッホー。タカさん、おはよう。キャルタさん、自分の部屋掃除明日するのでラスト配信見れるわって、イエーイ嬉しい。ちょっとまだ喉飴がな、ちょっと口の中に残ってる。星野木さん、りょう、お、ゆうじさん、かわいいって、ヤッホー、ありがとうおいちゃん、おはようって、お、エマちゃん、ヤッホー、おはよう、朝からありがとう、皆さん。うん、かじみささん、ヤッホー。うん、かおなすさん、お腹すいたねって、ヤッホー。うん、ひろやもんさん、おばちゃん、おはようって、おはよう。ザッキーさん、おはよう、おはよう。最終日みたいだから、なるべくひら、ありがとうひら起きたてやん。自分もさっきまでニッキーの飴食べ終わって今チョコ食べた。おお、そう、起きたてよ。1時間前、8時に起きました。ヤルタンさん、お腹すいた、ヤーホーヒロタンさん、ヒロエモンさん、ありがとうございます混じっちゃった。今日はね、パジャマ配信なので、パジャマです。パジャマ、いや、こっちいつもスウェットで寝とるんやけど、ちょっとパジャマに着替えたお腹すいた。ランチパックのチョコメル、え、見たよ、見た見た、あれ見たんよ、昨日スーパーで。そう、あれな、ちょっと食べたかったけど。ルークさん、おはようございます。キチさん、おはよう。ともあきさんも、おはよう。お腹すいたねとか言っちゃった、間違えた。いやいや、全然定休分なんで、ありがとう。おはよう、ひでさん、ありがとうございます。パジャマです。今日は方言の日です。方言の日な、なんだろう。今日じゃあ最終日やけん、みんな一緒に頑張ろう一緒に頑張ってください。一緒に頑張ろう。ブリオさん、ありがとうございます。こんにちは。あ、こんにちは皆さん、おはようって。 YS さん、おはようおはよう。最終日寂しい、頑張ろうねって、頑張ろう。そう、今日はみんな最終日です、楽しもうって、楽しもう、楽しみましょう。あ、今日は内側にワンカールにしました。巻かんかった。巻こうかめっちゃ迷ったけど、どっちがいいんだろう。マくんかさ、ストレートどっちがいいと思う。アンリタンさん、カウントした、ありがとう。カウント完了。最高、6時半までしか配信できないやろ、何かあるの。そう、あるんだよ。おはよう。ももかが好きだ病にもさんおはよう。最後、そう、おうちゃんの夢叶うといいなって。本当にね。カワズトールさん、おはよう。おはよう。断然ストレート、ほんまストレート、よかった。じゃあワンカールにして、ストレート派か。ひろたんさん、おはよう。合格祈ってます、祈ってくださいお願い。また1位の人変わってた、ははは。ちゃん、おっと、はははーちゃん、おっと、おっとだ。ひかちゃさん、おはよう。おはよう。おうしちゃん、おはようって来てる。おはよう、ひかちゃさん。ちょっとね、今日は、はい、ラストなので、たくさんたくさん、皆さんお話ししましょう。くねちさん、おはよう。おはよう。
今回の枠は、ちょっとごめん、まだ配信スケジュール書いてなかったんやけど、ね、9時から10時半だったっけまで、とりあえずしたいと思います。はい、ちょっとグッドモーニングとか言って急にパジャマ配信をしてなかったことを思い出してしようって思っとったんやけど、そうしてなかったけあ、パジャマ配信しようと思って、パジャマ配信です。エントリーナンバー8番の17ちゃん、ね、やばいな。2月の18日やばいな。おはようって、米台さんおはよう。カラオケ配信曲楽しみです。そう、カラオケ配信曲だけ歌います。超久々かなって。確かに米台さん久々かも。結構久々ですね。ほんまにありがとうございます。最終日やけん来てくれたんかな。10時半までで、2枠目が11時から12時半まで。日高浩二さんピース。左押しさんおはよう。ミミフィーさんおはようございます。カラオケするの？1曲だけ、まだ声が治ってないので1曲だけします。帰りなさいませお嬢様。ただいまでございます。ただいまでございます。で、2時から4時だったっけ。1枠1時間30分、2枠2時間、最後1時間30分。じゃあ4枠あるんですけど、こんな感じでね、今日は配信しようと思います。痛い、なんかここに髪が巻き込まれる。もう今日で最後なので。そういえば最終日やね。そうなんです、最終日なの。トミファームさんおはよう。おはよう。今日最終日なので、たくさんたくさんお話できればいいなと思います。了解、ツイートしておくねって。ありがとうございます。もうツイート見てますよ、ひらえもんさん、ありがとう。ありがとう、ツイート見てます。もちろん見てます。いっぱいねツイートしてくださってるから、今日始める前も見てきたので、多分全部見れてるかな。ありがとうございます。ちょっと自己紹介しとこう。おはようってタミファームさんおはよう。はい、自己紹介一旦しますね。 STU48 第3期生オーディションエントリーナンバー69番の大橋ちゃんです。徳島県出身、高校3年生18歳です。お願いします。今日がイベント最終日です。恥ずかしいけどありがとうって。いや、こちらこそありがとうございます。こちらこそです。お、ヒロさん、ヒロさんが来てくれた、来れたんじゃ。マルシさんおはよう。ツイッターの拡散おフォローお願いします。お願いします。トモさんおはよう。おはよう。 OKB さんヤッホー、おはようございます。おはよう、皆さんおはようございます。ちょっと全然多分声が浅っぽいと思うんですけど、すみません、まだちょっと完璧に頭が起きてない状態です。
はい、おはようございます広報部長って、おはようございます、聞くだけやけど来た、ありがとう、全然嬉しいよ、聞くだけでももちろん嬉しい嬉しいよ、ぜひ皆さん最後なのでコメントしたことないよって方でも全然してください、ラストです、なんかね、なんだろう、最後やし、まあ質問コーナー的なのをしておこうかなと思います、もう最後なんで、もう18日がやってきてるしもう聞くことないかなって思うんですけど、なんか何でも質問受け付けてますいやもう18日もしてるから聞くことないと思うんだけどね、あんまり知りたいこととかもしかしたらないかもしれんけどなんか質問等があればぜひぜひコメントで受け付けております、今までこのショールームやってきてどうだった？やっぱりでもなんか圧倒的に一人で話す時間の方が多くて、やっぱりなんか今自分仮卒中やから学校も行かんし常一人で喋ってたけんなんかやっぱりなんかなんだろう、なんかこう一方的に喋りようけんさ、こうなんていうん、ファンの人とラリーができるようになったらいいなって思う、ほんまにあのなんていうんだろう、お話し会みたいにそうやっぱり会ってお話したいなって思いました、いつかは。そう結構寂しいけんさこれ一人でやるよ、ほんなけんちゃんと対面して喋れたらいいなって思う、合格して。でもすごい楽しかったし、モチベーションみんながなのですごい充実してましたショールームやっとってすごく充実してたし、なんか今まで多分自分がしてきた中で一番長期間やったけんさ、大変やけど楽しかったよ、合格するよ絶対、あ、ありがとう、カオタンパート2さんありがとうございます頑張る、目を見ると多分緊張するよねって、そうね緊張しちゃうかな、アイスレモンさんピース、お話上手だと思いますよ、そう全然でみんながコメントいっぱいしてくれてるけん、これでお話できてた、なけんみんなのおかげです、毎日配信お疲れ様ってありがとうございます、毎日見に来てくれてありがとう、合格してもさすぐ辞退とかしないでなって、絶対せんよ、辞退とか絶対せん、これは安心して絶対ないって言い切れる、もう 100% いやもう 1000% ぐらいない、マジでない絶対にないな、おはようございます奈良西さん他の候補者さんよりもお話できてると思うよ、うそそうなんかな、でも皆さんほんまに配信上手やけん、他の候補生の方たちもおはようございます、お遊物さんおはよう、聞いていて楽しかったほんまなんか結構ゆるゆるなので自分で言うもあれやけど結構なゆるゆるなんかなって、なんかゆるゆるにしようつもりはないんやけどゆるゆるになったんかなって思っとけん、
フロントメンバーになってな、シングル選抜果たしてなって。いやー、ほんなんもちろんしたいよ。これはもう目標よ。一流に顔になろうなって目標や。ほんまに目標よ、ほんまに。それはそうなれるように頑張る。今日も可愛すぎる、ありがとう。おはよう。合格したら STU 最年長と言われるくらいまでいてほしい。いや、 やっぱりでもアイドル入ってどうなるか分からんけど、でも長くはおりたいなって今は思う。今のこの時点では思うよ。お星ちゃんは平常運転でいつも通り毎日アイドル17日。そう、今日で18日目かな。17日間やってきてて今18日目。あ、これたけん聞いとこかって、聞いて聞いて、ぜひぜひ質問待ってる。最後やしな、最後だしね、皆さん最後やけんほんまにやむこともあるだろうけど、その分いいことも必ずあるから負けずに頑張ろうなって。頑張ろう、頑張るやむかもしれんけどな、確かに。ああ、でもそんな楽な道だと思ってないので全く。しかもでも全部しかも自分はそこに憧れて入ったので、そう、なんて言うんだろう、自分が成長できる場所と思って入ったのでというか受けてるので、そう、頑張りたい。見れたツイート、見たよ。瀬戸内、あ、スケブ見ました。スケブ、瀬戸内にお星さまのスケブ見たヒロさんの字やと思って。4月のお披露目にいてほしいわ。名前は本名になるんかな。本名になります。本名言えるよみんなフルネームで言える。待ってて、はるかさん、おはよう。うわ、怖いけどあとは頑張る。もうショールームが終わったらもうあとはもうほんまに自分で頑張るしかないので頑張ります頑張らさせていただきますおはようって、おはよう、よかったよかった、ありがとう。スキュー見れましたほんまにお披露目が待ち遠しい。お前にお願いそこに寄りたい。自分もデビューして本名を聞かせてねって。聞かせたい聞かせたい。おはよう、ユナイテッドさん、おはよう。もちろん。お、かきやんさん、おはようございます。メンバーになったらニックネームお星ちゃんにならないのかな。うん、俺はならんかも名前で呼んでほしいお星ちゃんでもいいんやけど、全然いいよ、お星ちゃんでも全然いいけど、やっぱりせっかく名前公表したら名前で呼んでほしい。でも自分の名前結構なんていうん、こう夜関係の名前なんでうん、本名が分かったらすぐ応援うちわ作ります。嬉しい、ありがとうマジで受かりたい、ほんまに受かりたい。前のオーディションから応援してるからずっと応援してるって、ありがとうございます、はるかさん。いや、ほんまに受かりたい、もうマジで受かりたいマジで受かりたい。本名聞いてからもお星ちゃんって呼んでしまいそう。全然いいよ、全然何でもいいんだよ。夜関係の名前なんて言うの、夜関係の名前なんて言ったらいい、なんかなんて言ったらいい、なんて言ったらいいんだろう、
夜の関係のお星ちゃんに結構関連しとる名前っていうか、結構なんか共通点ある感じのお名前わかりますように、わかりますように、ほんまにお願い、本当に合格してほしい、会いたいっていう夢を叶えたいなって、叶えたい、叶える、頑張る、昨日占いいい感じだったっけケセラセラさん、はじめまして、はじめましてこんにちは。昨日のな、ひろえもんさんが出してきてくれた占いで、何ないんですか夜関係の名前え、やばい、欲しいなっとる欲しいだ。いや、名前は今秘密ですけどね、何ないんですかって言われてもはいとか言いませんよ本名に星や月がついてるキラキラネームかなって、あ、そういう感じじゃない、なんか漢字にそれがついとうとかじゃないけど、なんか意味的に、まあ、意味的にっていうか、意味的にそう捉えれることもあるよみたいな感じが、まあなんか結構言ったら分かっちゃうそうやけん、やめとくわもうこれ以上。おはようございます、バレンタイン誕生日で40歳になりました。お、トルさん、トルさん誕生日おめでとうございますはい、いい1年お過ごしくださいバレンタインで40歳になったのね、おめでとう。星集めよりただいまです、おかえりすごくない、みんな昨日のさ、ひろえもんさんがな、持ってきてくれた占いで、持ってきてくれたっていうか書いてくれた占いでな、なんか仕事の部分がアイドルだった、アイドルと映画俳優だ、2月中旬に最終審査やからもうマジかな、緊張してるって。うん、緊張してる？いや、してない今はしてない。最終オーディションあったら進出頑張ってねって、頑張ります、ありがとうゆずるさんおはようって、おはよう、頑張ります、最終審査。まあ今回ね、どれだけ受かるかもわからないし、うん、なんとも言えないんですけど、うん、両脇に咲き乱れ綺麗だ、やっぱり喉がな、治らんかったっていうのがやっぱり悲しいな。カラオケしたかったんやけど。最終審査は公開してほしいな。公開？あのテレビってこと？テレビって言うんかな？うわ怖い。テレビってこと？テレビ？あのテレビで？これともなんか密着みたいな感じでってこと？密着とかなんか作ってくれるの嬉しくない？審査内容とか聞かされてるの？そうね、うん、候補生は聞かされてると思います。 NWP の時はライブ配信みたいなのしてた。あ、なんかしてたね。ふやたさんおはようございますどうなんだろうな。え、そのライブ配信ってさ、直前にさ、あのこういうのしますみたいな感じで言われてた感じですか、前のオーディションの時。2期生オーディションはホールに観客と配信が入ってたよ。え、観客もあったんじゃん。あ、でもなんかすごい大きかったよね、2期生のオーディションの時の舞台って。配信するんかな、そういうんってさ、なんかどういう感じ、事前に聞かされる感じなんかな。なんか何日か前にさ、なんか2期生オーディションの
配信がありますみたいな感じで発表される感じ。期生の時なんかすごかったもんね。だってなんかすごかったよね。ピースって D さん、わー、しーちばさんありがとうございます。本当にありがとうございます。すごい星がいっぱいあ、しーちばさんありがとう。2期生は25人合格してた。2期生多かったよね、合格したの。今何人やっけ、もう20人もおらんくらいか。おーしー、おーしーありがとう。キラキラかわいい、ありがとう。しーちばさんありがとうございます。お星ちゃんたくさんいる、たくさんおる、ほんまに かわいい、キラキラの、嬉しいですありがとうございます。NWP の時は覚えてないお星ありがとうございます。本当にレインボースターっていう名前ですやって。レインボースター、レインボースターありがとうどんな発表だったか。2期生の時はファミリー劇場で放送されてたので、告知とかはない感じ。あるよな絶対、多分あったら、あったらもう告知あるんじゃないかな。だけどないんじゃない、分からんけど分からんマジで分からん。わあ、ひろいもんさんありがとう、ありがとう。だるまあるんじゃないかな、告知あるよね絶対。ギフトとか何も貢献できなくてごめんねって、いやいやもう謝らないでくださいほんまにありがとう。見に来てさ、全然星投げしてくれるだけでも嬉しいし、コメントしてくれるだけでも全然嬉しいので、ありがとうございます。全然大丈夫だよ。しかもコメントもポイントになるので、全然貢献はできてる。だから全然大丈夫。ありがとうございます。だら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 。2期生最終オーディションの映像何回も見たって。うわ、もう落ちた場合こっちは。もうさっき生のやつ見れんかもしれん、つらい合格にご縁がありますようにお願いします。落ちた場合見れんよこっち、つらいよな。うわ怖いな、あー怖いコメントで応援するよ、ありがとう、ありがとうございます。4月9日の昼公演が合格発表だと予想してます。おお、昼公演合格発表が昼、どういうこと、メンバー発表ってこと、発表ってこと、多分会場は広島やな。いややめて、みんな予想予想やめて、何も言えんぞ何も言えないぞ。審査のことに関してはね、言っちゃダメになってるの、なってるらしいので、みんながついてるから大丈夫ですよって、頑張りますウェルカム、ウェルカム広島瀬戸内へ、ありがとう、行きたい、ぜひぜひ行かさせていただきたい星さん絞り、ありがとうございます。キャロットさん、ぜひぜひ行かさせていただきたい。838人の方ありがとうございます。ショールーム3人紹介したのに1人しか登録してない、どういうこと、どういうこと、どういうこと、1人しか登録してない、どういうこと、3人紹介したのに1人しか登録してない、どういうこと、誰が誰が誰が、
爪落とさな、これ爪落とそうっと。なんか、うん、ちょっと爪がたかつないような、なんか知らんけど、爪切りでちょっと爪を整えます。9時半であと1時間やん、約。そうやで、あと1時間とりあえずな、この枠はあと1時間まあまだあるので結構大丈夫やばいかな、でもやばいよな、あとだって1時間して、あと1時間半だろ、2時間半3、4、4時間半、あと6時間しか配信できん。2人は結婚してるから奥さんに文句言われたみたい。お？え？どういうこと、どういうこと、2人は結婚してるから奥さんに文句言われたみたい。え、誰が結婚してるのもぐもぐ配信はないのね。もぐもぐ配信は、まあ、あるかもしれんしないかもしれん次の時間にあるかもしれんしないかもしれん。車で広島は高速飛ばして6時間、県南から。遠いよね、広島ってまあまあかかるよね、まあまあかかるよな。南の方から行ったら確かに6時間ぐらいかかるかも。もうほんまになんかもう上の方ダルツとかから行ったら多分4時間ぐらいかかるんかな、分からんけど、そう多分4、5、6時間はね、徳島から行ったらかかるよね、場所によったら。ちょっと犬にご飯あげてくるって、おー行ってらっしゃい、いっぱいあげてきて候補生の子がおふちゃんと友達になりたいと言っていたよ。73番さんじゃないんですか嬉しい、もうほんまに嬉しい。連れだよ、あー K81 の連れさん、K81 さんの連れさんをフォローしてくれたよ、やったじゃあ多分そのうちの一人ってこと、その一人ってことかな。スケモンさんありがとう。2期生の合格発表確か広島に全員集合だった。へえ。合格発表か、知ってたのって、うん、教えてくれるみんなが結構結構教えてくれて、そう、あれ、そう、ん、冬田さんが教えてくれんかったっけ、誰かがね教えてくれて、友達になりたいって言ってたよみたいな、お話ししたいって言ってたよみたいな言ってくれてて、おーみたいな、嬉しいと思って嬉しい。この前行ってたよ、広島に、県南から。そう、6時間車で行ったんですか。広島行くのに新幹線は神戸から。新幹線使ったことない、新幹線乗ったことないかも。連れの3人に勧めた。あ、そういうことで、 K81 の連れさんが1人フォローしてくれたんやなるほどねなるほどね、3人の中の1人が、そういうことか、嬉しいね。連れって友達でもなく連れ言うて、2人とも合格すると信じてるからメンバーになったらいいね、頑張る、ほんまに頑張りたい。徳島ファンの県南在住率高いの、え、分からんけどなんか高そうよね、なんか南の方多そう知らんけど、でも市内とかが多いんかな、やっぱり。まこ太郎さん、おはよう、おはようおはようございます、はじめまして。お、アップルさん来た、おはよう、おはようございます、おはよう。おはよう、おはよう。今日がね最終日なの。あー、やばくない、最終日って書いとこ、最終日、最終
おお、ジトクさんピース、 D さんドキドキやって、ドキドキ、本当にドキドキ、じゃん。よいしょ。広島から徳島まで車で3時間半歩いて2日で行けるんだね。あ、歩いて2日。そんなことまで分かるんですね。次星制限解除10時19分だったって。おお、じゃあちょうど19時半までするの、10時半までするので。イエーイ。日曜を猫神社に合格期間で知らずに集まってたら笑うね。うわー、合格祈願、皆さんありがとう。俺がフォローしないと長く見れないと嘘言った。あ、なるほどね。嘘言ったんじゃ。固定ツイートに最終の応援お願いしますってしたら、そう、固定ツイートさ書こうって思ったんやけどさ、あの鼻声ですって書こうと思って、だけど最終日に鼻声ですとか言ったってなーと思ってやめちゃった。今日は最終日のね、全力で応援するよ。ありがとうクリントンさん、おはよう。着てるのパジャマなの？おしゃれ。そう、パジャマ、パジャマよ。おはよう。ホフマンさんおはよう。コロマンさんおはようございます。え、これな、このパジャマな、なんか誰かがドラマで着とったんよな。誰かがドラマで着てた。固定ツイートに鼻声は大草原。大草原やって。だから開いた人全員フォローしたらしい。マジ嬉しい。やったね。お花の調子があれだね。辛そう。花粉症かな。そう、花粉症。多分だいぶ咳とかはなくなってきたんですけど、まだね、花粉症、体調大丈夫って。そうなんよ、花粉症治らんくて。やっぱりおはようって、りょうたさんおはよう。鼻、実は広島の地を踏んだことない。広島いいところよ、すごくびっくりしちゃった。こっち食べ物おいしいしな、全然食べ物おいしいんやけど、びっくりした。あと人が良さすぎた。人が良かった。すごい良かった。なんかな、お母さん広島にな、尾道に一人旅行ったんやって。一人旅行った時にさ、なんか一人やし贅沢しようと思って、何食べよったって言ったっけ、牡蠣だったっけ、ウニ、何やったっけ、なんか食べよったって言ったんやけど、これをなんか隣の席に座ってた人がなんかおごってくれたらしい。全然知らん人、すごくない？特に広島の人優しいみたいな。今日こちらん、あと少しで初めて広島に行く。おお、マジ？今日こちら曇り時々雨で、明日は雨のち曇りです。おじちゃんのところ曇ってるね、一人旅で。広島いいところよ。めっちゃ優しいらしいよ。今日の朝くしゃみ止まらなかった。嘘。え、花粉飛んでるもしかして。もう今さ、もう今が結構重症やけんさ、わからんけど。関西だけどお好み焼きは広島焼き好きやわ。広島焼きね、ちょっとこっちもね、ちゃんとした広島焼きまだ食べれてないけん、食べたいんやけど、次行くとき食べれるかな。今爪剥がれてきようよな、めっちゃ気になる。すごいよな。しかもなんかな、バスの運転手さん、こっちが行ったときもめっちゃ優しくて。広島は野球見に行ったけど台風で中止になった。そうなん？マジ？せっかくいたのに。合格したら食べるよ、おっと。食べるよね、絶対。絶対食べれる。合格したらもうね、
あのそういっぱい食べれると思ってほんまにお願いほんまにお願いって感じ。ほんまにお願いやわ。お願い。帰り瀬戸大橋通行止め。マジで？災難すぎる。そんな知らない人がおごってくれるの、お母さん美人。え、わからん。お母さん美人かわからんけど。え、でもおごってくれたらしい。すごくない？一人で食べようって。乗りの人が怒ってくれたんよって言ってた。こっちも運転手の人がな、この前広島行った時にさ、こっちバス間違えて乗り間違えて、でもう全然反対方向行けたんですよ、目的地と。そしたらなんかバスの運転手さんが、え、もう全然もうあのお金いいよって言ってくれて、でこの次のバス停で降ろすけん、タクシーのところに電話して行った方がいいかもみたいな感じで、めっちゃ親切だった。他に行けますよって言ってくれて、よー寿司ーみたいな、えーありがとうございますとか言って、すいませんって言って、おいちゃんメンバー入ったら四国観光大使入ってほしいわ、夢を夢をガラサビに入れて、テレレ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 レ、夢をガラサビの中へ歌ってほしいかも。歌いたい、だいたいおばちゃんお母さんに似てる、うーん、分からん、なんか全然言われる時によって全然違う。お母さんに似とって言われることもあるし、お父さんに似とって言われることもあるし、でもこっちなんか一番お母さんの兄弟に似とるって言われることが容器ある。方向音痴じゃないでしょ、フリフリ。方向音痴じゃないんやけど、じゃあなんか大学病院前って買い取ったはずなのに大学病院前を通らんっていう謎のバス。大石ちゃんが合格したら初めて広島の地を踏むかも。ああ、なるほどね、そういうことね。ぜひぜひ一瞬だけ顔見に来れた。おーちゃん来てたよありがとう、来てくれて。嬉しいそう、バスの運転手さんがめっちゃくちゃ優しかったよっていうお話広島に行った時にもう汗だって、もうマジで汗だった。マジでどうしようと思って、ほんまに汗だった、マジで汗だった、ほんまにあの時。大石ちゃんに似てる中平葵ちゃんは方向音痴でした。そう、こっち方向音痴ではないと思ってる。この前の広島には高速バスで行ったの。うん、高速バスだね、バスで行きました。ではバイバイ。ありがとうチェキメイさん。お腹すいたね、もう朝ごはん食べたかな。食べてない、お腹鳴ってるよさっきからお腹鳴ってるんよ。木下陽介さん、同じ人うちでも用語にはあまり来てくれないからなって。え、これ何、あれ、あのライブ。徳島に住んでたら兵庫とかめっちゃ行くけどな、ライブかな。ああちょっと眠たい眠たいライブとかねって。そうか、でも兵庫とかさ、ライブ会場絶対余計あるよな。徳島より余計あると思うのに、なんでだろう、人知見端っこやけんかな。でも徳島もさギリ入れとうぐらいやけんさ人知見。夢を鳴らす瓶に入れて、ララ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 ラ、おはようって。渋谷の団長さん、おはよう。
昨日何時に寝たん？自分は12時過ぎに寝て4時起きですよ、おっと。え、1時ぐらいに寝て8時起きまだ脳みそ起きてないんですよ。脳みそ起きるのほんまに遅いんですよね、多分。朝はね、もうこうやってぼーっとしてる。ぼーっとして、なんか一生布団の中から出れない。マジで布団から出れない。もう寒すぎて、起きたらもう朝めっちゃ寒いんですよ、部屋の中。なきもうなんかこうやってスマホいじってる。もうすぐヒーターつけて、とかってスマホを布団の中でいじる。おはようって。りょうちぴさんおはよう。兵庫県は瀬戸内のイメージがあまりないみたい。まあ確かし。なんか寝ちった。タクシー乗って間に合ったの？間に合わんかった。間に合わんかった。大遅刻。30分遅刻しちゃった。あら、なんとかごとよ。冷たい水で。洗顔大事よ。冷たい水で顔洗えば目バッチリよ。え、なんかね、もうさすがに、もう寒いけんさ、冷たい水で洗う勇気なくて。ちょっと温かいお湯と水をこう交互に出して洗ってる。ぬるま湯にもいかんぐらい。でも冷たくない水、常温の水ぐらいで洗ってる。なぜか寝れんくて一晩中小説読んでツイートしてましたね。マジ？何時までするの？10時半で11時からもう一回始めます。11時からもう一回始めます。やっぱりちょっと食べよっかな。温かい水は眠たくなる。そう、温かい水はなんか肌に良くないみたいな、毛穴が開いてなんか良くないみたいな聞いたので、なんか温かい水では専用にしとる。夏はもう冷たい水でそのまま行くけど、さすがに冬やけんなんかちょっとお湯出して、まあ、常温ぐらいにしていい感じに水をして、で当たってる。そうなんです。すごい乾燥してる気がする、この部屋。お星ちゃんの心地いい声で寝落ちしそう。嘘嘘。先週観光大使の公演行ったけど楽しかったし、選曲良き。 NMB のフェリーって曲いい。あ、したん？フェリーって曲。なんか STU さんってさ、結構他のグループの曲もやるしけんさ、なんかいいよね。他のなさ、曲の好きなグループん、他のグループの好きな曲とかもさ、入っとるかもしれんし、入っとるかもしれんしじゃないですか。自分が好きな曲とかも入ってるかもしれんけ、いいよね。肌が綺麗だからパックとかするの。パックしない。うち肌は何もしてないんですよね。化粧水しかしてない。冬は化粧水するぐらい、夏はもう多分何もしてない。お風呂入ってそのまんま。ひろいもんさんありがとう。昨日息する心 YouTube で公開見たけど、めっちゃ髪切くだって。覚えちゃうきり聞いたよ。ちこちさ、これをこのさ、何本あったっけ、結構2、30本あったじゃないですか、あの動画だけ。これをこう聞きながらもううとうとしよった。うとうとしながら、うーんと思って、あーやばい寝れ寝れと思いながら聞いてた。いい曲よね最後。え、なんか、あ、こういう感じの曲なんじゃと思って、なんか自分らしくおれんかった子が、なんかまあある人の影響によって自分らしくおれるようになるみたいな。最初こっち歌詞だけ見たんですけど、まず歌詞だけを見たんで、あ、いい曲やなと思って。歌詞すごくいい歌詞と思いながら。徳島はアナンのガモウダ岬が瀬戸内に入ってますよってらしい。アナンが歌えそう、無理しないでねって。そうなんよ、歌えんかもしれんけど、まあ、ガラガラやけど、
みんなガラガラなんでちょっとあんまり期待しないでください。期待せんとって。メンバーロケ来てましたよって。嘘マジ。でもやっぱりさ、徳島の、ちょこ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 至る所 STU メンバーさん来てるっぽいから聞いた瞬間音源が坂道こぼって、あ、わかるかも。ちょっとわかるかも。坂道にあってもおかしくない。え、でもすごいいい曲だったと思う。最後は飛行機雲まで締めるのよ、テンションマックス。ひたてだだ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 。小学1年生から6年生の時にさ、ダンスクラブ入っとったんやけど、あのほんまに地方のダンスクラブみたいな感じで、めっちゃもうほんまにお遊戯近いレベルで軽い感じのダンス教室みたいな感じのやつに入っとったんやけど、ここでストレッチする時に飛行機雲も流れよって、飛行機雲もめっちゃずっと前から知っとった。うん、飛行機雲も流れよったよな、その時に体操する時に。こんにちは、ウィンディボイさん、こんにちは。今新幹線で東京に向かってる。いいな東京、いいね。息をする心をライブ会場で星ちゃんの声で聞きたい。なんかどんなパフォーマンスなんかさ、すごい気になるよな。すごい気になる、楽しみ。明日今村美月さんと吉田沙羅ちゃんの誕生日ですって。わー、おめでとうございました。推しさんです、吉田沙羅さん。あ、栃木の須さん、おはよう。ありがとうございます。 AKB で好きな曲はある？ AKB で好きな曲、いや、あるよもちろん。なんだろうな。AKB さん曲いっぱいありすぎて、何が好きだろう。好きな曲、なんだろうな。愛しさのアクセルとか好き。愛しさのアクセル、あれ踊ってみたい。愛しさのアクセルとか、なんだろうな。なんだろう、好きな曲、あ、臭いものだらけとか。今日も可愛いってありがとう、今から朝食にしますって。お、何食べるの。臭いものだらけとか、あとな、あと何が入ってたっけ、プレイリスト。 AKB さんは高見のソロ曲です。そう好きよあれ。昨日息する心の音源が公開されたけど、いい曲だったね。そう、見たよ。そうなんよ。あれ、それ誰が言ったっけ。うん、自分は初めて聞いた時のフライングゲット、聞いたのフライングゲットだった。こっち初めて聞いたの何やったっけ。初めて MV 見たんはギンガムチェックなんですけど、何見たっけ。でもフライングゲットは知ってるね。あれ、ほんまにギンガムチェックが初めて見たっけ。フライングゲットの方が先に見た気がする。こっちもまだ夏子さんいた。好きだ好きだ好きだ。何やろな。表題曲だったら、表題曲難しいな。表題曲は難しいかもしれない。表題曲はちょっと難しい。何がいいかな。なんだろう、好きな曲めっちゃむずいかも。なんか今ちょっとさ、ありすぎて曲が、必死にこう頭を巡らせて書きちょっと探しようけど、臭いものだらけ、リバーの MV、 あ、リバーも好き、大声ダイヤモンドも好き、 SK は多分オキドキ。なんだろう、なんだろうな。あ、
テモデモの涙とかも好き。いやでも多分結構ユニット系の曲好きだったりするんですよね。こっち365日の紙飛行機が好きです。あれはいい曲よね。いい曲よねっていうか、もうなんか至る所で聞くもん紙飛行機。表題曲の中で一番聴いとんじゃないかなって思う。365日の紙飛行機。オオカミとプライドとかも、あーねー、あーねー、聞いたことある。あんまり聞いたことないけど曲は聞いたことないけど、あんまり。なんだろうな、何入れとったっけこっちプレイリスト。エクサイモノだらけと、何入れとったっけな、そう入れとったっけ、くせ者だらけしか出てこない。初日、初日、初日好き。と ラブ修行も好き。スカートひらりは STU48 初初期の公演でよくやってた。すごいね、スカートひらり。あとなんだろうな、あとなんだろう、初日ラブ修行、臭いものだらけ、紙飛行機は表題曲じゃなかった。あれ表題曲ちゃうん、雨の動物園。雨の動物園ね、あれ衣装かわいいよね、すごい。こっちペンギンがいいな、ペンギンこっちペンギンがいい、ペンギンがいいな。ありすぎるのねって、ありすぎる、ほんまにありすぎて、ありすぎて、うん、ありすぎる。そうなんだろう、会いたかったは定番、会いたかったって、会いたかったは定番、確かに。大体知ってるよな、絶対国民、国民知ってるよな。すごいよな、ほんまにすごくない？ AKB さんすごいよな。一番なんていうの、一番なんかなんていうんだろう、絶対に誰でも知っとる曲みたいなのは絶対 AKB な気がする。この涙を君に注ぐ、おお M、 ちょっと待って、何がある。あとユニットのウィンブルドン、おーおーおー、ウィンブルドン人気、人気よね。劇場、やっぱり劇場、劇場ってしてる。なんだろうなと、なんか懐かしいな、あ懐かしいって思うんがやっぱりある。なんだろう、あとなんだろう、なんだろう、なんだろう、ちょっと待ってよ、何やったっけな。初日ラブ修行、初日とかラブ修行は結構もうド定番みたいな。あそう、ハート型ウイルスも好き。秋葉原来たことない、ないんよそれが、秋葉原ないんよ、ない、秋葉原ないの。これからどんどん STU さんの曲歌詞カードなしで歌えるように頑張って、頑張る。歌詞、歌詞覚えるのほんまに苦手やけんさ。でも多分ダンス踊れるようになったら自然と歌詞入ってくるけん多分いけると思うんやけど、歌詞覚えるのほんまに苦手なんよね。1番と2番ごっちゃよあれ2番に飛んだとか、あれこれ2番だっけとかなる。カラオケとかもだいたいさ、あの歌詞、あの歌詞ついとるやないですか。だけまあそれ見ながら歌うし、まずアイドルさんの曲をカラオケで歌わんけんさ、高すぎて自分声低いけん歌えんくて、
ないけん、あとはもうほんまにひたすらもうもうさ聞くしかないけんさ、もうずっと聞いとけどな、やっぱり歌詞ごっちゃごちゃになるよな。チャンスの順番、あーチャンスの順番、君はメロディー、あ君はメロディー好きだった。こっちもグリーンフラッシュとかも好きよ。 STU で出張公演があるといいねって、したい。歌詞とダンスはある意味セットで体に入っていい、なんとかなえでも歌詞とダンスはセット、そうなんかホレが同時に入ってくるかな。ダンス覚えれたら歌詞も覚えれると思う。10年桜を10年経って聞いたのを感動した。桜のしおり、あーわかる、好き。表題曲だけでも60曲あるからな、やばくない、やばいよな。 AKB さんの曲数やばい。息をする心、名曲すぎて感動しました。いい曲よね。でもさっき先にまずな歌詞聞いて、でからあーいい歌詞やなと思いながら、んでまあ曲聞いたんですけど、歌詞見てから曲聞いたんやけど、いい曲。キヨさんこんにちは。桜の花火たちも好き。よっちゃんさんお腹すいた、お腹すいたやばいかったね、先からめっちゃお腹ないんやけど。なんとかマリコはユニーク、ん？あ、上からマリコでもユニークだった。ちょっとじゃんけんのやつやんな。桜のしおりの MV が良すぎる、泣きそうになる。え、こっちさ、あのさ、マジスカ？マジスカでさ、なんか流れ寄るイメージのような、ずっとあ、夕日を見ているかも好き。わかるわかる。STU さんで印象深い MV はある？ええー、読まなきゃ。これこそ無謀な夢は覚めることないかな。無謀な夢は覚めることがないかな。うん、かもしれん。なんか白の、なんか真っ白のなんかワンピースっていうのかな、ワンピース衣装で踊ってる。なんか結構なんていうの、ファッファッファって感じやん。僕の太陽、おお懐かしい懐かしい懐かしい。靴ひもの結び方、それほんあんま聞いたことないかも。 AKB さんだったらなんか聞いたことない曲全然あるんやけど多分靴ひもの結び方わからん。考える人とかめっちゃ好きやったけど、 AKB さん。臭いものだらけ、初日ラブ修行、花垂れのドラマ MV も良かったよねって。花垂れね、愚痴、あ重力シンパシーも好き。わかるわかる。うわ、なんかこれさ、ほんまにさ、みんながさ、このなんていうの、このタイトルをさ、曲名を言ってくれよために、こっちはすごく歌いたくなるのをめっちゃくちゃ我慢してるめっちゃ我慢してるよ。ケンジさんこんにちはSTU も名曲だらけだからね。 STU さんいい曲本当に多いよね。わかる。こっち僕らの春夏春冬聞いた時、この曲めっちゃ好きと思って、これ神曲じゃないって思った。臭いものだらけで大好きすぎる。わかるな。なんか中毒性あるよな、すっごい。ラブラドールレトリバー、ラブラドールレトリバーもわかる。ビンゴ、もう懐かしい。夢は逃げない、夢は逃げないはもう神曲よ。え、なんか NMB さんも次リカワあるよね。1位それだと思ってる、こっち夢は逃げないが1位だと思っとる。16人姉妹の歌はさすがに知らん。え、知らんわ、それは分からんかも。え、初めて聞いた、これ
あ、希望的フレインNMB48 は多分絶滅黒髪が初めて聞いたけど、まあでもこれが一番初めやけどファーストシングル。黒髪少女もね、いいよね、いい曲よね。 NMB さんもいい曲多いし、まあ結局どこもいい曲が多いってこと。16人姉妹の歌は旧チーム K メンバーを紹介する歌。知らんかも。チーム K すごい好きやけど。青春のラップ。いい曲やな。青春のラップタイムも好き、こっちも。プレイリスト入ってる。自分のミュージックに入ってます。いい曲よね。いや、いい曲多いよな、マジで。マジで多いよな。いい曲多すぎて。アイドルの曲な、結構ほんまに自分の好きな曲だけ入れてもだって200曲ぐらい。虫のバラードも好き。チーム系、チーム系。秋元さやかさん。HKT の12秒、あー HKT の12秒もねプレイリスト入ってるよ。夢は逃げないは名曲中の名曲、ほんまに。いやマジで、ほんまに夢は逃げないって、夢を追ってる人には全員聴いてほしい。僕らのゆりか、いい曲よな、わかる。なんか歌い出しが好き、こっち歌い出しがすごく好き。今までも眉優ファンだからチーム美容師、あーチーム美容師、チーム美容師。そっか、じゃあね、 AKB だったら、 AKB だったらね、島崎遥香さんだった。結構ずっと推してたのは。だけどチーム A、 チーム A っぽいけど、でもなんかチーム K の雰囲気が好き。なんかかっこいいっていう感じの雰囲気が好き。夏曲いいのたくさんあるよな。俺な、夏曲いいのたくさんある。夏夏曲はでも結構やっぱり盛り上がる感じの曲が多いよね。友達でいられるならとか好きかも。友達とか友達、友達やけど好きかな。すごくマックス時315号、うわ分かる、こっちもそれ好き。いい曲よな、こっちもプレイリスト入ってる。チーム美容師はいろんなグループでアレンジが、そうよね、 STU さんも歌ってるもんね。 STU48 四国、HKT は桜みんなで食べたスキスキスキップ、メロンジュースなど、うん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 、やばいやばい、もうどこかね見た顔だと思ったらここにおった。おお、みのりんさん久しぶりです。覚えてるよ、あれ、みのりんさんって来てくれたことなかったっけ。今度こそは入れたらいいね、応援してるよ、ありがとう、最終日に。みのりんさん久しぶり、嬉しい。嬉しいです、ありがとうございます。秋元さやかさん、 NHK の大河ドラマで源康
なんかの奥さん静香御前役やってたな。でこれ多分見たことあるかも、あのドラマじゃなくて姿。 HKT で一番好きな曲は最高かよです。あーこっち衣装好きよ、最高かよの衣装が好き。今回もいっぱい食べたんですが食べました。ここがロドスだ、ここで飛べ、好き、わかる。ドラフトのイメージドラフトのイメージ、リバードラフトのイメージすごい。みやみやさんピース、ありがとう。みやみやさん来てくださってありがとうございます。お、いやなんかおお、何がいい、あと何があるかな、あと何の曲があるかな、あと何の曲がある、あと何だろうあと何やろう。声出しできるようになったからライブ盛り上がるね。ああそうやな、マスクありで声出し監禁ということで。いや正直まあマスクありでもまあ声出せるようになったらな、全然全然ちゃうよな。ない、めっちゃよくね、もう声出し最高やな、マジで最高だと思う。もう声出しありのライブの方が断然盛り上がるし嬉しい。声出しはありになってほしい、一番ありになってほしいやつ声出しかもしれん、うん、もうライブの雰囲気が全然変わってくる。もうみんなこうやってさ頑張って絶対にさペンライト振るじゃないですか、ファンだったら絶対振るで、もうやほやほやほって感じで。でもやっぱり声出したら全然違う。このままだとし、このままだと4月からは何ないんですか、なんとか STU に入らないと。うなんだなんだ、何ないですか。 STU はやがて菜の花が咲く頃にも好きよ、知ってる、お星ちゃん知ってるよ。ドラフト3期、ドラフトのドラフト制の曲よね。声出しだと 大騒ぎできるので楽しいです。楽しいですね。確かに。確かに確かに。まあ雰囲気が全然違ってくると思うので。いやー、やば、あと15分。あと15分です。てんてれてててて、どうですかどうですか、痛痛い、ほんまこのままだとやからが何やにやから頑張って何やにしてほしい。なんて書いてるか分かんないけどありがとう。おしちゃんのおかげで日向坂以外の曲も聴くようになったから感謝です。よかったそれ、嬉しいすごくライブで星ちゃんって呼ぶのかな、それとも何か名前かな、多分ライブだったらもうその時には名前になってるかなって思いたい頑張ります。ピースって風井門さん、ピースありがとうございます。村上さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますおはよう、おはようございます。ボサボサトゥトゥルトゥルトゥル、あなたは今日で何々をし、同じ、ライブの時は69番、一生69番って呼ばれ続けようなえ69番69番はちょっとパスでさすがに名前でお願いします69番、69番って永遠に呼ばれ続けるのはちょっと名前ない子みたいな
囚人番号みたいになっちゃう。 STQOTA 四国10時半に終わって30分後に配信、早いの。おっと、そうなの、早いの。早く舞台中早く舞台中。ちょっと待って。そうなのよ、早いの。今日はね、早いのです。お昼食べようかなって思ってます。ちょっとだけ。カツっぽかった。今日。お昼はカツっぽかった。30分あったらご飯食べてお風呂入って髪乾かせるね。マジ？早すぎん？それは無理やろ。30分じゃ。そんな。どうですか？あとね、でももうあと5分ぐらいでね、何やったっけ、コメントじゃなくてあれ読んでいきます。お疲れ様ですって。お、徳島のひーくんさん、おはようございます。お疲れ様です。おいちゃんは瞬間移動使えるはず。え瞬間移動使っても難しいよ、30分で。早く舞台上でパフォーマンスしてるお星ちゃんが見たいよって。頑張るね。いよいよ最終日やねって。そうなの、田舎から可愛いね。高校卒業した感溢れてるでしょ。ちょっと高校、まあ、高校まだ卒業してないんやけど、まあ、ちょっと仮卒期間に入って遊んだよっていう遊んでみたよっていう、まあ、仮卒期間楽しもうということで遊んでないんやけどな、全然。実際ずっとショールームしてるし、みんなと遊んでる、こっち体起きた。ちょっとずつ起きてきた。今日は頑張って星だけカウントできるだけするよ。ありがとう。さっきおにぎり2個食べてお茶飲んだ。おー、ちょっとセブン入れのおにぎり食べたような、こっち。クリントンさんに同意やってね。もう本当にありがとう、皆さんありがとう。カイココアちゃんは34番で、未だに三四郎って呼ばれている。え、マジ？そうなんや。ちょっと待って。そうやな、確かに聞いたことある。引き込まれる、おめめしてます。おめめしてる。卒業式はピンクの髪で行こうな目立ちすぎ。目立ちすぎ。あのな、卒業式さ、卒業式の前に身だしなみチェック入るけん、絶対に髪染めれんのよ。だけ無理なの。セブン入れの中華フェアのチャーハンおにぎり美味しかった。チャーハンおにぎり。お星ちゃんがセンターに立つまで倒れられんからね倒れられんからね。いや、センターに立った瞬間倒れるんやめてなセンターに立ったとしても倒れんとって。よし、身だしなみチェックはスキンヘアでクリアやなスキンヘッドでクリアやないや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 、やばいやばい、スキンヘッド、やばい、スキンヘッドは絶対にせんのよどうですかチャーハン食べたい。チャーハンラーメン食べたいな、こっちチャーハンとラーメン。ラーメン食べたい。大きく吸い込まれそうな何々素敵ですね。瞳やと思ったやろ。口ね。じゃあ口。リミットさん、こんにちは。リミットさん、やっほー。口大きい、大きいって言われたことない。口はパーカーかぶったスクショ集めてるからお願いします。パーカー、フードってこと。卵チャーハンおにぎりよ。
こんなんあるんや。セブン入れな、近くにないんよな。いっぱいラーメンを吸い込みそうや。なんじゃそりゃなんじゃそりゃ。値段も安いからおすすめって。そうなんや。セブンのおにぎりっておいしいよな、マジで。フードだよ。お昼ケンタにしたいけど雨降ってる。お星ちゃん買ってきて。いや逆に買ってきてダッシュでな、注文多いな逆に買ってきてお星ちゃん車ないから、みのりんさん逆に買ってきてくれ。お、がんばりきーさん、こんにちは。がんばりきーさんセブンのおにぎりは赤飯のおにぎりめっちゃ買ってたなって。なんかさ、セブンのさ、海苔が美味しくない？味付け海苔が美味しい。可愛いがすぎますよ。ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。うん、そろそろ読もうかなって思ってますそろそろ読もうかな。あと、オムライスのおにぎりと塩おにぎりが鉄板でした。オムライスのおにぎり知ってる。ピザ食べたいからこの後食べる。うわ、ピザいいな。ピザ食べたい。あ、マジでお願い。ちょっとほんまに今痩せんのやばいけさ。徳島のひっくりさん、ありがとう。お星ちゃんイーツをお星ちゃんペイで。あ、お星ちゃんイーツしてほしいぐらいなんですけど、お星ちゃんペイ、お星ちゃんペイペイ。セブンは山を越えた隣町なんです。アフリカ人の水飲みみたいなもんやどういうこと。隣町にしかないってこと。壇上ならぬ壇下まで来た。チャーハン作るの。チャーハンいいね。やばい、曲がずっと頭の中流れてる。ういういい。お昼はココイチのレトルトカレーかなーって。おー、いいね。秒で作ります。食べる？食べたい。定時のチャー定食。おーおー、天下一品チャーハン定食。ミニボーイさん、チャーハンじゃないおー、チャーハンになっちゃう。クマさん、ありがとう。福島のいいくんもありがとう。お星ちゃんも配信中誰にもバレずにチャーハン作れたら、そんなことはできません合格間違いなしやって。絶対それできても合格できる方じゃないよほらほら、クマがチャーハンになっちゃった。チャーハンありがとうとか言ったチャーハン。お星ちゃんにはご飯定食が似合う。どういうこと？チャーハン大盛り入りました。チャーハンは送ってないすみません、クマです。とっても可愛いクマさんですありがとう徳島のひくんさん、ハートありがとう。ありがとう徳島のひくんさん。あ、もうちょっとランキング読んでいくわ。そろぼち、
はい、じゃあ13位から発表します。13位 F91 さん、こんにちは、ありがとうございます。12位スノーさん、ありがとうございます。12位ヒロさん、ありがとうございます。10位 TM さん、ありがとうございます。9位まさしさん、ありがとうございます。8位やまびこ8号さん、ありがとうございます。7位べきちゃん、ありがとうございます。6位まゆひなさん、ありがとうございます。5位にじゅうさん、ありがとうございます。4位ナッカーさん、ありがとうございます。3位ウィーディーボーイさん、ありがとうございます。2位ひろやもんさん、ありがとうございます。1位あっちちばさんです、ありがとうございます。息をする心、笑顔するチャンスもいい曲で、こう嬉しい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 というか意欲、はい、ありがとうありがとう、おとおとと、いやーやばい嬉しい、ありがとう、イエーイありがとう、配信ありがとうね、この調子で頑張るよ、パチパチ、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとう、みんな息をする心、神曲って、やばい、めっちゃ噛んじゃうわ今日神曲、よいしょ、いい曲だよね、こっちも歌詞し、歌詞聴いていい曲やなと思った。歌詞を見て、まず一番最初に歌詞見たんですけど、歌詞を見た時に、あ、いい曲って思っちゃった。おー、ありがとう。 STU ってほんまにめっちゃいい曲、そうよね、いい曲多いよね、息をする心フル観覧中、お、 K81 さんカモ曲そういえば次は11時か、今日一日よろしくねって、よろしく、あしーちゃまさん、これからももほしちゃんお願いしますって、お願いします、最終日、ファンのとこスターズにしてくれてるの嬉しいってしてるの、ミリュウさんありがとうそうなんです、してるんですよ、また後でね、後でね、はい、ありがとうございます、クリントンさん、ありがとう、ありがとう、ウィーウィーって、お、優しいターくんさん来たもう終わっちゃうんですよ、月11時からやけん、よかったら来てください久しぶりですね、11時頃には品川に着いてる、おー、いいねいいね、終わるのか、そうなんです申し訳ない、せっかく来てくれたのに、またでも30分後にはしますよければ、はい、絶対合格間違いなし、頑張る、はい、11時は昼ご飯食べてます、こっちも昼ご飯食べる、またね、またね、じゃあ皆さんまた次11時からお会いしましょうバイバーイ、ありがとうございました、2枠目も頑張ろう、イエーイ、頑張ってや、頑張る、じゃあ11時からバイバーイバイビー、またね、ありがとうございます、また11時に来ます。